火が強いかな。うん、強い。焼きブーやな。ちょっと汁に入れたら、うん、辛いソーセージ？これ何味ある？スモークか。ヒルバーサどこかな。お任せやな。気が大きいわ。なんか気が大きいとかどうするの？
シェフはどうですか、うまく焼けてますか。若い時やったらな、やったらさ、モテたんや。モテた。なんで、何やらしてもないな。西野さん、トライしてみて。アスパラ、アスパラ、西野さん、トライしてみてください。最初に。あんまりないから。植物捨てちゃいけませんよ。クマ来ますよ。あ、そうか。これまだやな。これ食べてください。な、肉うまそうだね。いい具合に焦げて。どっかある。どっかある。安いところあるっすよ。もうちょっと。もうちょっと。アスパラ西野さんちょっと食べてみて。手つかみて。はい。あと5分で。あとあと。5分ですか。お方いけると思います。三重の焼肉は今夜食べれます。ちょっと一応これ味見たどうだった西野さん、何つけますか。これ何つけ、そのまま一回食べてみて、いやこれ美味しくなかったらあれつけて、美味しいよ、美味しい、じゃあつけなくてもいいね。シャンペン冷えてないんだろ。冷えてるの。じゃあパーンといきますか。先生がシェフが酔っ払う前に焼いてもらうとね。どこら辺でない方がいい。これやってる限り酔っ払えへんから。あ、そうね。忙しいから。暇がない。飲んでる暇がないもんね。野間さんつもりがいい。絶妙のチームワークだね。あ、もう一つお皿。はい。うわ、美味しそう。もしいっぱいや。あ、うまそうだね。ほんまに網持ってきて。正解やね。正解だったね。あ、誰が持ってきたの。いやいや、二人で電話してて。うん。網俺買おうと持ってくから。いや、あの、小林さんが買いてくれた。あ、そっかそっか。トムロコシ OK。たまに気が利くね、彼はね。帰った。